都市対抗野球二次予選東北大会第二代表決定戦日本製紙石巻石巻市9-877銀行仙台市12日北銀ボールパーク第二代表決定戦で日本製紙石巻石巻市が77銀行仙台市29対8で競り勝ち4年ぶり6度目の都市対抗野球7月19日から12日間東京ドーム 出場を決めた。今年1月に就任した伊藤大造監督57が選手一人一人に詳細な役割を与え、適材適所で戦うことを徹底。投手陣も野手陣も期待に応え、結果を残した。東北地区からは日本製紙石巻と11日の決勝に勝利した JR 東日本東北仙台市の2チームが出場する。 最後まで苦しんだ分、喜びも大きかった。日本製紙石巻の選手たちから、最高の笑顔が弾けた。1点差まで詰め寄られながら逃げ切り、9日の準決勝で敗れた相手にリベンジして4年ぶりの都市対抗を切符ゲットだ。伊藤監督は、言葉が出ないですね。よく戦ってくれました、と選手たちを称えた。3回終了時で0対4とリードを許す苦しい展開。 それでも4回に4安打を集めて同点に追いつき、66で迎えた8回にベテランコンビが試合を決めた。西12塁から3番、水野隼人中堅守、30イコール東院横浜大、が逆転の左前的地打を放つと、その後西満塁で5番、中島正也二塁守、32イコール大阪学院大、が右翼線へ2点的時二塁打を放ち3点差をつけた。 みんながつないでくれたので、なんとか打ちたかった、と水野が話せば、中島製は、今までは自分が決めなきゃ、と思っていたけど、今はみんなでつないでいく流れになっていて、どんどん良くなっていった、と振り返った。つないでいく意識こそ、指揮官が植え付けたものだ。大会前に選手たちへ、起用法などの役割を細かく伝達。また実践形式の練習を増やし、 あらゆる状況に対応できるよう準備を重ねてきた。この一戦も左打者に対して左投手を起用するなど7投手の系統長いイニングを抑えられる投手がいないからと伊藤監督。救援起用は短いイニングに限定し、勝っている場合は当番順を固定するなど力を出しやすい状況を作っていった。想定通りという場面が多くて、 練習でやってきたことをやるだけだった、と中島製、ダブルコート。適材適所、で責任感を持った選手たちが力を発揮した。4年ぶりの都市対抗に向けて、東京、ドームでもまれてきますよ、と笑った指揮官。全国舞台でも一人一人が役割を果たし、勝利をつかむ。